こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は不動産コンサル、えー。先日は海外不動産への投資タイミングというのがね、えー、為替リスクのがはるかにでかいんでタイミングがあんまり関係ないという話をしたんですけど、まあ、今度は別な会員さんからの質問で、日本の不動産へ投資する、ね、前提条件。まあ、この会員さん海外の方なんですけど、 まあ母国に不動産を持っていると。で、日本でもいい物件があれば1個ぐらいありたいということでね、質問いただきました。で、まず私の回答なんですけど、日本の不動産を購入するのは、たくさんの前提条件をクリアした物件を、安く借金して購入する以外、お勧めしません。ということが言えます。あまりお勧めではないという状況です。まあなぜなら、不動産の価格は、需要と供給、 そして、期待によって上昇すると。で、この不動産を上昇させる要素がですね、今の日本には、ない。ほぼない。まあ、ご存知のように人口は減少していってます。ね。肝心の、まあ、基本的にね、売るにしろ、商売するにしろ、その人口が減ってっちゃ、その需要が減ってっちゃいますんでね。まず、ここ一して非常に大きい、えー、痛いところです。そして、まあね、えー、人口伸びないまでも、 経済も伸びれ、経済が伸びればいいんじゃないかと、いうことをね、期待したいんですけど。まあ、残念ながらね、人口減ってって経済が成長するっていうのはかなり難しい。ね、で、世界の中でも日本はダントツの成長率の低さです。ねえー、成長率低いことがあっても高いことがないと。まあ、これまた、えー、バッドニュース、悪いニュース、ね、不動産値上がりの可能性が低くなるニュース。資金力も増えない。 需要と供給、そして期待はとても悪い状況。ね。期待もできないですよね。だって人口は減る、経済は成長しない。ねえー、さらにおまけに、えー、来年オリンピックがある。オリンピック終わっちゃったらもうね、その期待、期待できる材料が皆無になってしまうという恐ろしい状況です。まあ、ただ、そんな中でも、ね、日本の人口がもう減ってくったってまんべんなく減るわけじゃなくてね、えー、むしろ日本の 人口が減っていくと、一部のね、例えば都心に出ないともう仕事ができないとか、そういう形になってね、えー、稼ぐ野望がある人、稼ぐ力がある人はみんな都心に集まるというようなね、可能性があります。そうなるとそういった地域のピンポイントでね、人気地域の人気物件、ね、セキュリティもいいと、周りの環境もいい、便利、ね、子育てに良い学校も近くにあると、そういう物件、ね、え狙うのは一つの、まあ、 やり方。ピンポイントで人気地域の人気物件が適正価格で買えて、まあこれ難しいですね、適正価格。普通人気物件の人、人気地域の人気物件でね、えー、なかなか割高じゃないと買えないということが言えます。まあ、ただ成長性が低、成長率が低いんでね、低いっていうか減少していく中でね、上から落ちてくるナイフをね、うまく手を切らないように掴みましょうみたいな話なんで、まあ適正価格で買わないと稼げないと。そして、さらに、 インフレを期待して借金をして購入する。ね。これ、こんだけ経済状況が悪いと、国の借金増えてますんでね。インフレが来る率は非常に高い。いや、インフレは来る。で、いつ来るかっていう問題なんでね。そう考えると、不動産、長い期間で借金をして買えば、インフレのおかげで借金がめ、借金を目減りさせられる可能性が高い。だから、ほぼ丸々借金で、いい物件を適正価格で買えるなら、日本での不動産投資もありかもしれないと。 まあただ、これね、あの、基上の空論に近いぐらい、難しいです。特に海外の方は。日本でね、公務員やってますとか、インフラ企業に勤めてますっていう方なら、この条件クリアすることが、物件さえ見つければ可能かもしれませんけど、まあ、日本の金融機関ね、海外の人に非常に厳しいんで、まあ、借り入れをほぼ、ほぼ借り入れで不動産買うっていうのは、ま至難の技。で、現金で買ったんだとね、え、ー 適正価格で買ったなと思ってもね、えー、ああこんなことならね、えー、現金で、えー、もっと違うものを買っときゃよかったと。ねえー、例えば、普通にね、えー、金なり別な国の不動産を買ってればもっとね、えー、高いお金になったのに現金、現金を日本の不動産にぶち込んだおかげで、インフレになっちゃってね、えー、その、現金が増えた、ね、丸が増えた以上に価値が下がったというようなね、えー、状況に、 なりかねないです。というか、普通なります。それだけ悪性のインフレがね、続く状況になった時に、人気地域がね、人気地域のままでいるか、人気物件がね、普通に人気物件のままでいられるかっていうのは可能性非常に低いんで、まあ、そうなると、ね、借金して買わないとこのメリットがなくなっちゃうかもしれない。それならね、ね、えー、需要と供給のバランスの良い他の国、ね、他の国に投資した方が、 はるかに簡単で儲けやすいです。人口が増える。ね、で、経済部成長もしてるという国に、いう国の人気地域の人気物件を少々割高でも購入する。ね、まあこれは人気地域の人気物件ね、成長してる国で普通の金額で買えるかって言ったら、まあこれほぼ無理なんで、まあ、少々割高で買ってもね、人気地域の人気物件は値上がりしやすいんで、割高で買ってもまた割高で売れるんでね、これはまあ、 投資としては非常にいいと。まして自分で済むならもうこの一択かなという気がします。あるいは人気地域の普通の物件を適正価格で買うと。あの人気地域の、まあ、そんな一番人気、二番人気じゃないんだけど、まあまあ別に何点もないと。まあ人気地域の普通の物件を適正価格で買う。まあそうすれば、あとは人口増加、経済成長とともに勝手に値上がりしてきます。かつてのバブル崩壊モデルの日本のように、えー、もう いいところに家を買ったけどね、戸、えー、立て、まあ、5000万で買った戸立て、今よりは1億超えてますね,とね、と、えー。ずっと住んで、20年住んで、値段が倍以上になってる。ね。資、え、産、ー、できちゃった。まあそういう状態になります。えー、ですんでね、わざわざ、まあ、人口が減ってる、経済が伸びてない、えー、日本に不動産投資をするのは、あまりいい選択じゃないのかなというのがね、えー、私の考えで、まあ海外なんかも見て、 ね、えー、この国面白いなという国もいくつかありますんでね。また会員さんからのリクエストなんかあったら、まあその、それらの国のね、えー、状況、なぜ面白いと思ったか等のね、えー、動画、あるいは記事なんかを作ろうと思いますけど、とりあえず、日本の不動産への投資は、まあほぼ基上の空洞に近いようなね、えー、条件をクリアした場合のみ、えー、いいんじゃないのと、ね。ただ、私の会員さんとかね、この動画を見てる方で、 まあ、インフラ企業の方とかね、えー、公務員の方で借金して不動産投資をして資産を増やそうという人がね、あまりいるとも思えないんで、そう考えると、一般論としては日本への不動産投資はないのかなというのがね、答えでございました。そんなわけで、また、ねえー、もうアマゾン人に限らず、個別サポートの会員さん、あるいは会員さんのね、えー、お金の得になると、ね、ストレスを減らせる。 え、間違った投資をせずにお金を減らさずに済むと、何しろね、会社のメリットになることであって、まあ私が、まきちんとした知識を持っている、アドバイスができることについてはね、どんどんお答えしてきますので、またご質問あればお気軽にお寄せください。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。